阿行様。何なのそれは。ミント。阿行様、私でもやっぱり。ミント、ミツルに。はい。義務や哀れみじゃない。お前とたった数日間の生活だったが、俺の人生でも充実した毎日だった。阿行様、お前は本当にピュアな奴だと思う。そんな透き通った心と一つになりたいんだよ。嘘。ガルシア、手の拘束具を外しな。暴れやしない。彼女をこの腕で抱きしめるだけさ。アギオス。ミント、おいで。でも。来るの。それ。アギオ様。でも私。俺のことどう思う？それは素敵な方だと思います。とっても素敵です。私なんか。素敵と褒めてくれたか。光栄だね。でも私は。自分の立場などを考えるなよ。お前の正直な気持ちを聞きたい。無理強いはしたくない。お前の気持ちを最大限尊重する。さ、行ってごらん。私は阿行様のことを思うと胸が痛くなります。それは痛覚の痛みではないのです。胸をかきむしるような衝動に駆られます、阿行様。わかってる。大好きです。愛してます。本当です。使えてたもんが一挙に出てきたな。はい。いいかい。はい。でも帰って照れるな。私もです。ミント、柔らかい。これが人工物とは思えないぜ。どうした？いえ、嬉しいです。優しいのですね、阿行様。阿行様が優しく髪の毛を触ってくれている。そんな体に力を入れなくていいぜ。はい。でも少し怖いです。嫌なことは言っていい。はい。戸惑った表情をしているな。ミントの耳だ。小さくていいぞ。どうかなさいましたか？いや、いい感じだ。ミントの髪、いい香りがする。うるんだ瞳で俺を見てる。阿行様。気持ちを楽にしてな。はい。阿行様。いい香りだ。ミントの頬すべすべしてる。人間と変わらないじゃないか。ミント、
ギオ様。なんだか真剣な眼差ししてるぞ。よろしくお願いします。いい香りだ。決心ついたみたいだ。目が潤んでる。ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。相変わらずだな。安心したよ。はい、アギオ様。たまらない顔をしてる。優しくしないとな。いい香りだ。よろしくお願いいたします。ミント、あ、こちらこそな。はい。アギオ様。ん、どうした。私、キスしたことありません。そうか。たまらない顔をしてる。優しくしないとな。アギオ様。ん？何？ですから私、キスしたことがないのです。ああ、そうだろうな。よろしくお願いいたします。ミント。あ、こちらこそ。私、頑張ります。アギオ様。何？私、どうすればよいのでしょうか。なるほどね。大丈夫、俺に任せておくんだ。あ、はい。じゃ、ゆっくり瞳を閉じて。はい。少しつついてみよっか。アギオ様。悪い悪い、ミントの顔が可愛くてついな。アギオ様、お願いします。トロンとした目だ。心ここにあらずといった感じだな。ミント、大丈夫か。はい、大丈夫です。私、幸せです。いいかい。怖いです。私、何もかも初めてで。俺に任せれば大丈夫だよ。はい、アギオ様。これが愛なんですか。感じるままに。大丈夫か。はい、アギオ様。なんとかやってみます。Thank you.
ギョー様、頭の中がぼーっとしています。ああ、俺もさ。あの、うまくできたかどうかわかりません。よろしかったでしょうか。最高よかったです。アギョー様。え？な、何？他の女性をお考えですね。なぜ？わかります。なぜ？ごめんな、ミント。いいえ、私はアギオ様のことを考えているだけで幸せです。やめて、やめて、やめて、やめて！茶番はたくさんだわ。もうやめてちょうだい。アギオ・ソーマ、あなたは人間の尊厳を踏みにじったわ。私を恥ずかしめ、侮辱した極悪人よ。否定はしないぜ。俺の名前の通りさ。あなたはメイドロイドの目的を知らないのよ。目的？炊事、掃除、洗濯をやる可愛いお手伝いさんってのはどうだ。あと奥さんもです。だそうだ、ガルシア。非人間的な利用よりはずっと良心的だぜ。非人間的とんだ茶番だわ。これを見なさい。綺麗なアクセサリーだな。このバイオクリスタルは明夜計画の要よ。ミツルギはこれを奪いにやってくる。
きっとね。バイオクリスタル。そんなこと、ミツルギの執事は全然言ってなかったぞ。ミツルギの執事ですって？ああ、米村とかいうじいさんだ。ミツルギに執事などはいなくてよ。バカ言うな。あいつがミントを俺に預けたんだぞ。そう。その人がメイドロイドをあなたに。ミツルギに執事がね。じゃあ、あの米村ってじいさんは一体？手よく利用されたようね、アギョさん。いいこと？教えてあげるわ。このバイオクリスタルはね、メイヤ計画の。クリスタルが、そんな。窓からだ、ガルシア、窓から離れろ。私のクリスタルが、メイヤ計画が。お母様、ガルシア、狙撃された。どこか向かいのビル。なぜガルシア殺す。誰が、何の目的で。これで当分は大丈夫でしょうな。それでは警察が来る前に引き上げますかな。薬莢は忘れずにね。これはお嬢様、いらしたのですか。お人が悪い。相変わらず良い腕ね。100メートル以上もあるのに。たまたま無風でしたからな。運が良かっただけでして。クリスタルは？コッパみじんで。こうもうまく餌に引っかかるなんてね。とても生きのいい餌でしたからな。クリスタルとガルシア両方が針にかかりました。ミツルギは？はい、奥方と死別してからはナナミと旧姓に戻しておりましたので、発見にやや時間がかかりました。婿養子ということね。ナナミ秀一改めミツルギ秀一だったということ。ようでございます。このトリックに陥るとクラス A といえどもなかなか這い出てこれないわ。ガルシア殿がアウトフィットと折衝した時、ミツルギは警察へその身の安全を求めてしまいました。公安第4課が出てきてしまった。よりによって鬼より怖い第4課ですか。研究成果を取り戻すため海辺で調査をしていたようだけど、あれはまだ見つかってはいないわよね。はい。米村、もうあの人の前に姿は現せないわね。今度はあなたが殺されるわよ。それは困りますな。お嬢様のご忠告に従いましょう。でも報酬は払ってあげて。立派に機械人形を守り通したのだから。アイドラーの口座へすでに。ここまではほぼ予定通りね。あの探偵のもとへ行かれるので。行かざるを得ないなら。心中お察しいたします。そうね、1年ぶりだから変わってはないのでしょうね。お嬢様から伺った通りのお方でした。アギョー様、何をお悩みになっていますか？なんだ、もう昼飯か？どうかなさったのですか？ご丁寧に米村のやつが依頼金を入金していたのが気になってる。お金があると困るのでしょうか？意味のない金は困る。後で何を言われるかわからんからな。おじい様に
何かあったのでしょうか。ミント、お前は米村のじいさんをおじい様と呼ぶが、その理由は？理由でしょうか。俺は米村が執事じゃないとガルシアの言った言葉が気になってる。米村様がいらっしゃって、私は三つるみ様の父親だからおじい様だとおっしゃいましたから。他人の言うことをすぐに真に受けるのはミントの悪い癖だな。もうすぐお昼食ですので食べていってください。ああ。意識しすぎなんだろうか。昨晩のことがまるで夢でも見ていたかのように、事務所はいつも通りの平穏を取り戻していた。ミントが家事をするのがこの事務所の習慣になってしまったようだ。いつの間にか俺もそれが普通だと思っていた。まるで何ヶ月も一緒に暮らしているかのような錯覚に見舞われ、ミントには少なからず変化が起きているようだった。少なかった感情は起伏に富み始め、俺と自発的にコミュニケートを行うようになっていた。成長の女神メイヤの名に恥じぬ超速の成長と言ってよかった。あるいはこれこそがミントの秘密なのかもしれない。彼女の頭脳は人間の脳を一部移植してあるという。学習効果と言えるのだろうか。それともオリジナル脳の何らかの影響か。俺がミントと一つになった日から、いや、その前からもミントの感情は同年齢の女子のそれに近づいていた。もしかするとミントは常に成長し続ける素材なのかもしれなかった。ガルシアを殺した犯人はまだ捕まっていない。動機などの線から警察は犯人を追っているようだ。俺はあの時確かに見た。犯人はまずバイオクリスタルを狙撃してからガルシアを撃ったのだ。遠くないうちにいずれ会うことになるだろう。俺の才能を舐めてもらっては困るというものだ。とりあえずミント・ミツルギの護衛依頼の達成と入金の報告をしておこう。なんだ。妻たる者のお務めを。口を突き出して何やってんの。テレビドラマでは夫婦が昼食の前に接吻を行っていました。しし、じ、わった。だがおでこだぞ。もう少しでお昼食が出来上がります。深みにはまっているような気がする。